竹府信用金庫はかつて福井県越前市に本店を置いていた信用金庫。2016年2月に福井信用金庫へ吸収合併された。現在、旧本店は福井信用金庫竹を営業部として営業している。竹を信金は旧経営陣による不正融資問題が発覚。信用不安が生じ信金中央金庫から40億円の 資本支援を受けていたほか、新金中金や県内新金から人材の派遣を受け入れ経営再建に当たっていた。しかし経営改善が進まず、2016年2月15日に福井信用金庫が救済する形で吸収合併した。合併後の名称は福井信用金庫とし、存続新金は福井新金。また、武雄新金本店は武竹営業部とした。 ATM では、北陸地方3県内に本店を置く、信用金庫のカードに限って、ATM 利用時間内にかかわらず、入出金手数料が終日無料で利用できた。また、北陸3県以外の都道府県の信用金庫のカードでも、平日8時45分から18時までの入出金、土曜9時から14時までの出金に限り手数料が無料で利用できた。 2007年4月27日、福井銀行、福宝銀行と県内の信用金庫が同年10月をめどにして7金融機関のキャッシュカードを持つ顧客が7金融機関が設置している CDATM で残高紹介と現金引き出が手数料を完全無料にする方針であることを発表し、同年10月1日より実施した。福井越前の武雄信金。 新金中金に、資本支援要請30億円規模。日本経済新聞。httpww. 日経 .com アーティクル、弱心層 71929,030Y4 a 5 2 c 1 l b 0 0 0 2 0 1 5年5月25日、閲覧。福井信用金庫と竹府信用金庫の合併認可について、 北陸財務局、http、北陸、もふじおお jp、理財、ページフォークラクップレイチ400015、400 html2019 年9月16日、閲覧。福井福井新金と武雄新金が合併。朝日新聞デジタル。https、www. 朝日 .com、アーティクルズ。 アッシュ 5P4WKKH5PPGJB00KHTML2019 年9月16日閲覧。福井新金が営業開始に新金が合併。 サンケウエスト、https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ160215スラッシュ wst1602150079-n1.html2019 年9月16日閲覧ありがとうございます。